狼は、猫、ね、目犬か犬属に属する哺乳動物。抗義には禁煙種も含めることがあるが、通常は大陸狼一種を指す。多数の亜種が認められている。同族の禁煙種として、アメリカ赤狼、コヨーテ、アビシニアジャッカルなどがいる。従来は、狼の禁煙種とされていた犬は、近年では、狼の一亜種カニスループスファミリエリスとする見方が主流になりつつある。 ただし、日常語としての狼には通常、犬は含まれない。犬は、狼が飼いならされて家畜化したものと考えられている。アメリカ赤狼、雇用で、アビシニアジャッカルとは相互に交配可能で、野生下でも雑種個体が生じ、繁殖力も有しているため、生物学的種の定義に照らせば亜種であり、別種ではない。種と亜種の区分は、 慣習的不合理性が残存していることの一例である。亜種によっては絶滅が危惧される。日本で古来、狼と呼ばれてきた動物は絶滅したとされる日本狼であり、大陸狼の一亜種とみなされる。日本狼は12万から13万年前に枝分かれした亜種であり、灰色狼と同じ種であるとの遺伝子解析結果を 岐阜大の石黒直隆教授と松村修一教授らのチームがまとめた。今泉忠明は犬と狼の違いが出る部分として胸郭を挙げる。狼の胸郭は犬の胸郭よりも幅が狭く深い。それは狼の胸郭が深いのは肋骨が比較的長く狭いのは肋骨が後方に寝ているためだという。具体的には肋骨首が 前方に曲がっているために、肋骨体が立ち上がっている形状になっている、犬の胸郭に対して、狼の胸郭は、肋骨首の曲がりがほとんどないため、後ろに寝てしまうのだという。狼の胸郭は、幅が狭くても深さがあるために、犬の胸郭と、容積的には、大差がないが、深呼吸をする際には、狼の胸郭は普段は肋骨を寝かせている分だけ、一層胸郭の、 容石を大きくすることができ、犬よりも深い呼吸ができるのだという。アシュの分布北半球に広く分布する。分布域が広い大陸狼は、多くのアシュに細分化される。原存のアシュは33に分類されてきたが、近年の研究で、原存13アシュ絶滅にシュへの統合が提案されている。頭骨大きさは、アシュ地域によって異なる。 体動穴が100から160センチメートル、肩までの体高60から90センチメートル、体重は25から50キログラム。大きい個体では50キログラムを超えるものもいるが、オスが54キロを超えるのは稀である。一般にメスは、オスの体重より10から20%程度小さい。現生の犬科の中で最大、高緯度ほど大きくなる傾向がある。 記録上では1938年アラスカで捕獲された体重7 9 3ラムのオス、ユーラシア大陸ではウクライナで殺された8 6キロのものが最大としている。体色は肺褐色が多く、個体により白から黒まである。子供の時期は体色が濃い。北極圏に住むアッシュはより白い。体毛は二層に分かれ保温や防水に優れ、夏毛と冬毛がある。 また、姿勢においては、頭部の位置が犬に比べて低く、頭部から背中にかけては地面に対して水平である。狼の足跡式は3、31、14、42、3イコール42で、上顎には6本の門師、2本の剣師、8本の小級お及び4本の大球師があり、下顎には6本の門師、2本の剣師、8本の小球師、 および六本の耐久子を持ち、いずれも犬より大きく丈夫である。頭から鼻にかけての頭骨のラインは、犬より滑らかで、犬よりも顎の筋肉量が多く、頬骨の位置が高いため、犬と比較して、釣り目になっている。また、尾の付け根上部に、スミレ線を持つ。狼は、死ユのペアを中心とした平均四から八頭ほどの、社会的な群れを形成する。 群れはそれぞれ縄張りを持ち、広さは食物量に影響され100から1000平方キロメートルに及ぶ。群れは私有別の順位性を伴い、通常は繁殖ペアが最上位であるが、順位交代もする。最上位から順位、アルファ、ベータと呼び、最下位の個体をオメガと呼ぶ。順位は常に儀式的に確認し合い維持される。群れは大抵繁殖ペアの子孫や兄弟で、 血縁関係にあることが多い。他の群れを出た個体が混ざることもある。狼の群れの頭数は、最多で42頭にもなったという記録があるものの、平均して、おおむね3から11頭の間である。しかし、大規模な群れでも主に仕事を行うのはペアであり、最も効率が良いのは、ペアの狼とされている。 単独の狼が成獣のムースを仕留めた記録はあるが、たとえ怪我で弱っている個体といえど、300から800キロにもなるムースを40キロ程度の狼が仕留めることは極めて危険である。そのため、普通は最低でも2頭の狼を必要とする。ヘラジカを狩りする2頭の狼用10ハウリングは、狼のコミュニケーションの一つ。狼は、ボディランゲージ、表情、吠え声などで、 群れの内外とコミュニケーションを取る。表情や仕草は、群れの順位を確認する際によく使われる。遠吠えは、群れの仲間との連絡、狩りの前触れ、縄張りの主張などの目的で行われ、それぞれ吠え方が異なると言われる。合唱のように共同で遠吠えすることもある。飼育下での平均寿命は15年ほどである。動物園で20年生きた記録がある。 野生では他の動物と同様に、幼齢児の死亡率が高いが、成熟個体は5から10年ほど生き、時には10年以上生きる個体もいる。古くは第4期から存在が知られており、マンモスステップなどを中心に反映していた。活跡の中には群れや五女関係の存在を示唆するものもあり、やはり狼は古くから群れで生活していたようだ。狼の住みかや獲物である。 草食動物を人間が奪ったため、狼は人間に駆除される危険を犯してまで家畜を襲うようになった。そのため家畜を襲う害獣であるとして人間が狼を駆逐し、絶滅させてしまった地域がある。そうした地域の中には、狼の絶滅の後、天敵を失った大型の草食動物が異常に増加し、地域の植物が食べ尽くされたことによって森林が消滅し、 逆に大量の草食動物が餓死し、既存の生態系をか乱せしめたという例がある。こうしたか乱された生態系を以前のものに戻す対策として、アメリカ合衆国のイエローストーン国立公園では、絶滅した狼を再び導入し、成功を収めている。日本狼の白製日本固有の狼のうち、本州、四国、九州に分布していたものは、 日本狼と呼ばれる。大きさは中型の日本犬ぐらいで、毛色は白茶けており、夏と冬では毛色が変わったとされる。日本狼は1905年に奈良県東吉野村和屋口にて捕獲された若いオスの個体を最後に目撃例がなく、絶滅したとみられる。1910年8月に福井城市にあった農業試験場で捕獲された犬化動物が、 日本狼であったとの論文が発表されたが、この個体は標本が現存していないため、最後の例と認定するには、学術的には不確実である。日本狼の標本は、頭骨はある程度残っているが、剥製や全身骨格の標本が極めて少なく、日本国内では数点しか知られていない。日本国外では、和紙口で捕獲された個体の仮剥製と頭骨が、 ロンドン自然史博物館に保管されている。また、シーボルトが長崎の出島で飼育していた日本狼の白生一体がオランダ国立自然史博物館に保存されている。日本では関東中部地方において秩父の三方神社や奥多摩の武蔵御嶽神社で狼を眷属として祀っており、山間部を中心とした狼信仰が存在する。狼を 大宮和と当て字で表記していた地域も多い。日本各地に残る送り剣の伝承は、日本狼の修正を人間が都合のよく解釈したという説がある。剣族としての狼のご利益は、山間部においては、五穀豊穣や従害余け都市部においては、河南、盗賊余けなどで、19世紀以降には、月物落としの霊言も出現する。剣族信仰は、 江戸時代中期に成立するが、幕末には1858年に、これらが大流行し、これらは外国人により持ち込まれた悪病であると考えられ、月物落としの霊言を求め県属信仰は交流した。そのため月物落としの樹具として用いられる狼以外の需要が高まり、また、同時期に流行した狂犬病やジステンパーの拡大によって、狼の獣害も発生し、 明治以降、家畜を襲う害獣として、懸賞金までかけられた徹底的な駆除などの複合的な原因によって絶滅したと思われている。エゾオオカミの剥製一方、北海道及びカラフト、千島に生息した大型のアシュはエゾオオカミと呼ばれている。大きさはシェパードほどで褐色の毛色だったとされている。アイヌではエゾオオカミを狩りをする神。 王と吠える神など地域によって様々な呼び名があるが、画語としての大きな口の神は北海道全域で通じる。伝承では英雄を助ける、主人公を騙して夫にしようとする、いたずら好きなど様々な性格で語られるが、カムイの狼は白い毛を持つとされる。明治以降、入植者により毛皮や肉目的で獲物のエゾシカが取り尽くされ、 入植者の連れてきた牛馬などの家畜を襲って害獣とされ、懸賞金までかけられた徹底的な駆除により数が激減し、ジステンパーなどの飼い犬の病気の影響や1879年の大雪によるエゾシカ大量死が重なった結果、1900年頃に絶滅したとみられる。ヨーロッパや中国など牧畜が盛んであった地域では、家畜を襲う害獣として意味嫌われる傾向にあり、 逆に、日本のように農業が盛んであった地域では、農作物へ被害を与える鹿などの害獣を駆除する液獣として恐れを持たれると同時に慕われもした。また、アイヌやネイティブアメリカンなどのように、狩猟採集生活が盛んであった民族でも、深刻化されることがある。メス狼の父オスウロームルスと、レムス赤ズキンカ狼、ありがとうございます。